このキャンプで目立てるようにパワーアップしようと思ってやってたんで、まあ本当に目立てるくらい打球も飛ばせてますし、はい、結構手応えはあります。飛距離だったり豪快さだったり小さくならないことは常に頭に置いてやりたいと思います。自分の与えられたところを、まあ、サードでもファーストでもセカンドでも、はい、レギュラーの選手に勝たせる気持ちでやりたいと思います。自分の去年の成績より絶対上に行くっていうのと、やっぱりチームが優勝できるようにチームに貢献していきたいなと思います。